皆さんこんにちは。さあ今日もですね、GoPro Hero 9これを使ってね、真っ赤での街撮りやっていきましょうか。今回ですね、ちょっと前に紹介した、レイティの、ね、B4Duo っていうね、マイクを使って今音を取っていますが、どうでしょうか。このマイクね、前と後ろにそれぞれマイクが1個ずつついてあって、前後の音を同時にね、記録してくれています。なのでおそらくね、前の後ろも音も入ってると思うんですよね。前にね、この、GoPro とこの D4Duo をね、組み合わせた、人が過去にいて、コメントでね、ちょっとこれノイズブツブツ入るけど仕様なのかっていう風にね、聞いてきてくれた方がいたんで、今回僕その組み合わせでやっていますが、どうでしょうか。今はこんな風に僕自撮りでやってますけども、はい、自撮りではなくて正面に向けてね、やってみるとどうでしょうか。これもね、マイクが後ろについてるんで、切り替える必要もなくね、シームレスにこんな風に切り替えることができます。まあ、後ろもね、ある程度音もちゃんと拾ってくれてると思うんですよね。 LR でね、確か前後のね、マイク同時に収録してるんで、編集で少しね、ちょっと音は加工はね、しております。はい、そして今日もまたすごくね、稚内天気いいんですよ。本当にね、雲一つない、めちゃくちゃいい天気です。ただ風が強いんでやっぱ寒いですね。で、今ちょうど稚内の一番大きい通りをね、歩いております。まあもうそろそろね、この辺りも動画撮ることができなくなるんですが、さて困ったな、ここに車止められちゃうとまっすぐ行けないし、車道からめっちゃ車来てるし、まあいいや、しばらく待ちますか。はい、まあ、どうしてもね、今雪がね、溶けてるんで、時折こんな風にね、道が閉ざされてしまうってことがね、あるんですよね。はい、そして今ね、例のスキヤのところまでやってきました。ここはね、前にあの、夜景でね、撮った時のちょうど下の方ですね、一番大きい通りをね、歩いています。この夜景のところって歩いていけるのかな。まあ、ちょっとそれも調べるために少し、このまっすぐ歩いていってますか。この動画がね、上がってるってことはね、引っ越し場であと1週間をね、切っているような状態だと思います。いやー、本当あっという間ですね。もうね、本当準備いつもバタバタでして、まあ大体はね、もうその荷物とか詰め終わったんですけど、やっぱりパソコンとかそういったものは、まだちょっとね、出発ギリギリまで、使いたいんで、そこはね、まあ、もう少し使ってっていうんですかね、片付けるのは後にしてるんですけど、まあ、そのパソコンと机というのが一番荷物としてはでかかったりもします。パソコンデスクはね、一応バラせるっちゃバラせるんですけど、ちょっと椅子とかいったものはね、ほんとそのまま、プチプチに巻いて、まあ、紐で縛って運ぶしかないんで、それもね、しゃあないですね。まあ、パソコンはやっぱり一番荷物に、ね、なるので、ノートパソコンとかはね、そういった時はやっぱ便利ですよね。もう本当に本体だけでいいんで。ただ、ノートパソコンね、もしね、もうちょっとこう、道外とかのそういうね、場所に行く機会があったら、まあ、僕ももしかしたら買ってたかもしれないですね。そう、その旅行先のね、ホテルとかで動画編集したいことが、まあ、多いので、ね、あれ、いいっすよね。さあ、そんなことを言ってるうちにね、また歩いてきましたが、どうでしょうか。だいたいね、あの夜景見た場所ね、確かこの辺だったと思うんですよね。あの丘の上くらいだったかな。はい、まあ、そこまで行けるかどうかちょっと分かんないですけども、まあ、ちょっとね、近くまでは行ってみますか。そしてね、この前の、動画、フルサイズのカメラ欲しいって言った話、まあ、ちょっと右上にカード貼っておきますけども、それのね、コメントもね、たくさんありがとうございます。いや、やっぱり皆さんね、さすがフルサイズのことに関しては詳しいですね。α7S2 欲しいとかってちょっと話したんですけど、α7S2 ってオートフォーカスが、コントラスト AF だけなんですね。今僕が使ってる α6600 のような異操作ではないので、ちょっとオートフォーカスは弱いよっていう風にね、話をされていて、いや、全くそれはね、僕失念してました。分かんなかったです。はい、教えてくれた方ね、本当ありがとうございます。あと、まあ、画面がね、バリアングルとかフリップアップじゃないからちょっと自撮り厳しいって言われたり、あとハーフミラー、あれで反射させて無理やり自撮りやろうかとも考えたんですけども、
あんま使いやすくはないっていう風にね、コメントしてくれた方もいたんで、まあやっぱみんな大体満場一致で α7S3 がいいんじゃねっていうねコメントをくれてました。いややっぱそれですか、 α7S3 かと。いや僕も本当そう内心ちょっと思ってんですよね。いや α7S3 いいっすよね。あの夜間の体制っていうか夜ですよね。今までどうしてもね時間的な制約、まあ時間的なっていうか、あのまあちょっと夕方から夜にかけてねちょっと動画が撮りにくいなって思ったことが結構あったりとか、とそれ以外にもその室内とかでもね、あちょっとこれ厳しいなっていうシチュエーションが何度もあったんで、まあちょっと暗礁が強いやついいよねって思ってたんですけど、ここに来てα7S3 っていうね、α7S3 かっていうねカメラが出て、まあもう出てある程度時間経ってるんで、今からねその注文する分には全然すぐ届くと思うんですよ。いやでも本体とレンズで結構ねいい額いっちゃいますから、まあもうちょっと考えます。あのねせっかく釧路とかに行くんで、向こうではねこうフルサイズで撮りたいなっていう気持ちがすごくね最近出てきてるんですよ。うん、あの夜景だけじゃなくて、あの夕日とかね夕焼けの映像とかもねいいっすよね、高感度のカメラで撮ると。さあということでね、ぼちぼち歩いてきたんですが、おそらくねあそこにグランドのあの見えるんで、あそこに階段があって、でその上から、ね、夜景をこう撮ったんだと思いますね。ちょうど今南稚内駅の、すぐ、ね、横に来ています。いやこの辺も全然、ね、ホテルとかもあるんですけど、今これ休業中みたいですね。なんかいつやるかはわからないって書いてたんで、ね、まあ本当これからねもうちょっと暖かくなってくればこの旅行シーズンっていうんですかね、ただ今年は本当厳しいとは思うんですよね。旅行なかなかね人戻ってこないと思うんで、なんで、まあ、なかなか難しいとは思うんですけどもね、はい、この辺もね、観光客とかで盛り上がってほしいですよね。さあそんなわけでね、今回はこれこのぐらいにしときましょうかすいませんね、今回なんかあんまり喋る内容がね、なくて、もうね最近ほんと引っ越しの準備ばっかりやってるんでね、特にこれといった話題は、まあ、ないんですけどもね、これからもその、まあ、引っ越しするギリギリまでね、なんとかこの稚内の映像を、撮っていきますので、またね見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かの参考になれれば幸いです。でここもですねこんな感じでね稚内の風景や北海道の景色どんどん撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。